仙台空港ですが、昨年度の旅客数は122万人と前年度から7割近い落ち込みとなっていますそうした中新型コロナ収束後を見据え24時間化への歩みが始まっています仙台空港の旅客数は2016年の民営化以降順調に増え続け2019年度には過去最高の およそ372万人を記録していましたが昨年度は1点、およそ122万人と67.2%の減少となりました新型コロナで航空需要が落ち込む一方仙台空港は7月から夜の到着便の時間変更に合わせて空港の運用時間を30分延長し午前7時半から午後10時までとします 今年2月に24時間化の地元同意を得て深夜や早朝の離着陸が可能となったためで仙台空港は感染収束後を見据えて増便や新規路線の誘致に取り組んでいくということです。